ハニューが、異次元へ、叩き出した歴代最高得点は驚愕の322、40点。中国ネット、凄す,すぎる、もはや人間とは思えない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2015年11月28日、フィギュアスケートの NHK 杯、男子シングルで、 日本のー・乳譲ルが史上初の300点超えとなる322、40点という驚愕の得点を叩き出し優勝した。前日のショートプログラム SP では4回転ジャンプを2本成功させる圧巻の演技で自身が持つ SP 世界歴代最高点を更新する106、33点を獲得。そして迎えたフリーでも再び圧巻の演技を見せ216、07点。 史上初の300点超えも、と囁かれた戦前の予想を遥かに上回る322、40点という驚愕の得点を叩き出した。ハブは演技後のインタビューで、本当に血の滲むような辛い練習をしてきた。その練習をさせてくださった、周りの方々、サポーターの皆さん、カナダのリンク、自分が生まれ育った仙台のリンク、すべてに感謝したいと語った。300点超えという結果については、 やってやるとは思ってましたけどと笑いを誘ったが、演技前は緊張で話すことができなかったと明かした。なお、2位には266、43点の中国の金拾いを、人望ン,ンが入った。このニュースは中国でもすぐに伝えられ、中国版ツイッター、美博氏、ウェイボーには多数のコメントが寄せられている。322点だって。さすがだね。もう何も言えない。泣くしかない。すごすぎる。 感動して泣いちゃった。ハブ最高。中国の若いのも素晴らしかったけど、ハブが強すぎた。金広洋も素晴らしかった。初めてシニアの大会に出場したんだから。でも、表現力ではハブとの差は歴然。頑張れ。SP で歴代最高。フリーで200点突破。合計で300点突破と記録ずくめ。素晴らしすぎる。演技を見たよ。本当に完璧すぎた。 凄すぎて彼を形容する言葉がないよ。1位と2位って聞いたら近そうだけど、点差は半端じゃない。もうなんてコメントしていいかわからない。怖い。もはや人間とは思えない。凄すぎる。翻訳編集、北田。宮城県仙台市泉区出身のフィギュアスケート選手。1994年12月7日生まれ。全日本空輸、ANA、所属。 2014年ソチオリンピック2018年タイヤマサオリンピック男子シングル金メダリスト羽生譲るのプロフィール09年ジュニアグランプリファイナルを14歳の史上最年少で制覇。10から11年にシニア転校11年3月アイスリンク仙台で練習中に被災12年世界選手権銅メダル同年5月に練習拠点をカナダトロントに移す12年全日本選手権優勝 14年ソチ五リンでは SP で史上初の100点超えとなる101.45点をマークし、日本人男子初の金メダルを獲得。同年の世界選手権も初優勝。16年グランプリファイナルで史上初の4連覇を達成。5連覇のかかった同年の全日本選手権はインフルエンザで欠場した。17年11月、NHK 杯公式練習で転倒し、右足首の人体、帯、体帯を損傷。 18年の平正オリンピックは約4ヶ月ぶりの復帰戦にもかかわらず2大会連続で金メダルを獲得した。7月に個人では史上最年少となる国民栄誉賞が授与された。家族は両親と姉。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。